テレボーンパリッシュ級戦車揚陸艦はアメリカ海軍の戦車揚陸艦の艦級基本計画番号は SCB-9。アメリカ海軍は戦車揚陸艦の高高速度向上を目指し、1940年代にはタルボットカウンティ級を建造した。タルボットカウンティ級は最大14ノットであり、LST-1 級よりも高速であったものの、 アメリカ海軍が目指していた20ノットには不足の性能であった。この改良型としては、一時は全長120メートル超の艦も検討されていたが、量産性の問題もあり、タルボットカウンティ級の艦隊をもとに改良を加えたものが建造されることとなった。これがテレボーンパリッシュ級となった。上記の経緯より、設計はタルボットカウンティ級の拡大型となっている。 主機関は、タルボットカウンティ級の蒸気タービン機関に変えて、同出力のディーゼルエンジンを搭載した。ただし、監視形状を改正し、また船体を延長したことで、速力はわずかに向上し、15ノットとなった。揚陸作業で求められる低速航行時にも安定して送還できるよう、推進機は、可変ピッチプロペラとされている。なお、同じディーゼル主機関の LSD-1 級とは、 異なり、煙突排気方式とされた。兵装は50口径3インチ炭素速射砲3機とされており、タルボットカウンティ級と比して口径は小さくなった。代わりに、股間防空力は向上している。砲は艦首に2機、艦尾に1機装備されており、マーク63砲射撃式装置2機によって、完成されていた。その後、1964年から1965年に、 かけて、同じ方を連想に配した砲塔に換装された。両弦に上陸用、修程用のダビットを2ずつ設置しており、標準的には人員用陸艇1隻と車両人員用陸艇3隻が搭載されていた。搭載兵員は、搭載車両用陸後の操縦も考慮し、約396名と、ほぼ倍増した。また、環境構造物直前にキングポストと、 クローラークレーンが設置されている。1952年度計画で15隻が発注され、1954年までに全艦が収益した。その後、1974年までに全艦が退役、または友好国へ供与され、アメリカ海軍からは引退している。ありがとうございます。